ウェスタ神殿は古代ローマにあったホロロマーノの建造物でかまどの女神、ウェスタを祀る神殿である。王世紀に建造された。ローマ建築のヘレニズム化は神域の構成や神殿建築に最もよく現れており、その恒例はローマのテベレカ藩の通称、ウェスタの円形神殿、ポルトゥス神殿、パレストリーナのフォルトナプリマゲニア市日記である。ウェスタ神殿では 大理石を使い、ヘレニズム建築の正当的コリント式オーダーが用いられている。こうした傾向の先駆けは、全146年にローマにサラミス出身のヘルマドロスが建てたユピテル神殿であった。これまでの神殿では、業界岩やトラバーチンが建築材料であって、コリント式オーダーも、ポンペイのバッシリカに見られるようにいわゆる変形したイタリア型のものに過ぎなかった。 ボルトゥヌス神殿は高い基段の上に立ち、疑似集中式の平面を持つローマ人は集中式をギリシアヘレニズム建築から学び、これを付け柱とすることで疑似集中式という独自の形式を生み出した。パレストリーナの神域は幾段ものテラスからなら列中廊による広場を作り、そこに強烈な軸線を通すことで全体を結びつけている。 列中楼の広場やテラス構成は、コスのアスクレピウス神域やペルガモンの都市構成に見られるように、まさしくヘレニズム建築に由来するものである。ありがとうございます。